鴨池公園鹿児島県立鴨池野球場鹿児島県立鴨池野球場平和リース球場は鹿児島県鹿児島市四郎二丁目の鴨池公園内にある野球場。施設は鹿児島県が所有し生活スポーツグループが指定管理者として運営管理を行っている。命名権による2022年1月31日までの名称は平和リース球場。 鹿児島市には、県立鴨池野球場から直線で500メートルの距離に、鴨池市民球場が存在する。鴨池市民球場は1928年に、野球用グラウンドとして整備され、その後改修を行いながら、アマチュア公式戦をはじめ、プロ野球の公式戦や、キャンプなどで使用されていた。しかし、同球場は敷地が境愛で増築が難しい上 1972年には、鹿児島県が国民体育大会の開催を控えており、本格的なスポーツ施設が必要となったことから、四次郎が浜に総合運動公園を整備することとなり、その施設の一つとして1970年12月に県立鴨池野球場が完成した。以後、高校野球などアマチュアをはじめ、プロ野球公式戦などが開催されている。なお、 市民球場は、プロ公式戦の開催はなくなったものの、現在もアマチュア公式戦などで使用されている。2018年には、鹿児島市の平和リースが、命名権を取得し、2019年2月1日より2022年1月31日までの、名称が、平和リース球場となっている。命名権料は、年間800万円。会場当初は、 両翼91.65メートル、中堅120メートルだったが大規模改修で拡張され、現在は国際規格に準ずる両翼98メートル、中堅122メートルとなっている。2万1000人収容のスタンドは一部が2層式となっており、ネット裏2階部分の下には放送ブースが設けられている。また外野スタンドは下段が芝布石、上段が コンクリート階段である。2015年秋から2016年春にかけて、スタンド、ロッカールームやバックネット裏の記者席の増設などの改修が行われた。また2020年には老朽化していたスコアボードが改修され、LED 方式となったほか、急速表示も可能になった。鴨池公園の航空写真、左側に位置するのが、 鴨池野球場である。鴨池野球場鴨池野球場の1 9 7 2年から2007年までの毎年2月、千葉ロッテマリーンズの一軍がこの県立市民寮球場を中心とした鴨池公園内各施設で春季キャンプを実施し、キャンプ終盤にはオープン戦も1から2試合程度開催していた。 また2軍の春季キャンプも鹿児島県内で実施しており、これまでに東市基町湯の本、薩摩仙台市などをキャンプ地としている。だが2月の鹿児島市は沖縄県などと比較して気温が低く、また鴨池公園内の各施設の老朽化が進行して、改修もままならず、また各施設が近接して設けられていないため、選手、 高知スタッフが施設間を移動する際には自動車や自転車を使用しなければならないなど問題点が多かったことからロッテは2007年翌2008年から春季キャンプ地を沖縄県石垣市に移転することを決定した当初は前半の一次キャンプを石垣で行い後半の2次キャンプを鹿児島で5日間程度実施する意向だったがこの案に県市側が 長年の地元の熱意に反する。5日間では、オープン戦と大差なく、キャンプとしての受け入れはできないなどと難色を強く示し、受け入れを事実上拒否したため交渉は決裂。同年を最後に、ロッテは、鹿児島市から完全に撤退し、2008年からは、石垣市で、春季キャンプの全日程を実施している。ただし、2009年の秋季キャンプは、 鹿児島市で実施された。その代わりに、2008年2月から3月にかけて、鹿児島市近郊の日置市の野球場で、春季キャンプを実施していた、ロッテの姉妹球団、韓国プロ野球のロッテジャイアンツが、同球場で練習試合を行い、引き続き2009年から2016年まで春季、第二次キャンプ地としていた。また2009年から、 韓国プロ野球のネクセンヒーローズも第2次キャンプ地として同球場など鹿児島市周辺の野球場を利用するようになりロッテなどとの練習試合を行った2010年はヒーローズが1月末からの約1ヶ月間同球場を中心に春季キャンプを行いロッテジャイアンツやキアタイガースなど他の韓国の球団と練習試合で対戦した2011年は 2月12日から3月上旬までロッテジャイアンツが練習場として使用し2012年の春季キャンプ、2013年の春季キャンプも利用した。ロッテジャイアンツは2013年10から11月秋季キャンプで初めて利用した。2014から2016年の春季キャンプでも利用していた。 ネクセンは2012年10から11月にこの野球場と近隣の鹿児島市内の野球場、及び住院総合運動公園野球場などを利用していた。2017年は2月から3月にかけて、韓国プロ野球、KT ウィズニ軍や2017ワールドベースボール、クラシック、中国代表がキャンプを実施した。2019年は2月8日から3月8日にかけ、 韓国プロ野球 SKY バーンズ2軍がキャンプ地として利用する。2011年から3年連続で福岡ソフトバンクホークス主催で、同年3月に全線開通した九州新幹線、鹿児島ルートの主要駅がある、熊本市の藤崎大県営野球場と、この鴨池野球場との2連戦が組まれ、九州新幹線シリーズの愛称で話題を集めた。 2012年4月26日には28年ぶりに読売ジャイアンツ主催の公式戦がナイトゲームで開催された。試合は巨人が圧勝した。2014年には巨人主催試合のほか、6月17日に東京ヤクルトスワローズ対ソフトバンクの開催が予定されていた。セパ交流戦が鹿児島で開催されるのはこれが初となる予定だったが、 台風の煽りによる降雨のため開催中止となった。2015年4月11日には2年ぶりのソフトバンク主催公式戦が開催された。2016年はスタンド拡張工事が終了した後の4月9日、2年連続でソフトバンク主催公式戦が開催された。4月20日は読売ジャイアンツ主催の公式戦が開催される予定だったが、 4月14から16日にかけての平成28年熊本地震の影響で前日4月19日の熊本市藤崎大県営野球場での同カードと合わせて中止となった。2018年は5月15日及び16日に東京ヤクルトスワローズ主催の公式戦が2連戦で開催された。2021年5月23日には ソフトバンク主催公式戦が開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響による観客上限の解除の見通しが立たないことから、福岡ペイペドームに変更になった。2018年終了時点で61試合開催。内訳はセ、セリーグ17試合、パリーグ44試合。ありがとうございます。